こんにちは、レトスノームです。今回なんですけれども、寝保証について、解説させていただきます。で、今回解説する寝保証については宅建レベルの、内容になってきます。行政書士試験だったりとか、ちょっとレベルの高い資格の勉強をされている方にとっては、もう表面的な内容すぎるので物足りないと思います。あくまでもこれは、宅建の合格を目指している方用の、内容だというふうに、お考えいただければと思います。で、この寝保証については令和2年の、10月試験の、問い2で出た内容なんですね。で、改正民法と関連して出てきているんですけども、これなんで宅建試験で初めてこんな問題が出てきたかというと、これは、不動産の実際の実務の中で、使う内容だから出てきたというふうに考えるのが、妥当なのかなと思います。で、どのようにつながりがあるのかも含めて今回動画で解説させていただければと思います。まず、寝保証がどういったものかを考える上で、まずそもそも保証って何かと、保証契約って何かというと、債権者がいて債務者がいます。例えば、A さんが B さんにお金を貸しましたと。で、お金を貸すことによって B さんは、貸金債務っていうものを負いますよね。で、この債務を保証するために、保証人だったり連帯保証人が、A さんとこう、保証契約を結ぶと。これが保証ですよね、保証契約で。この場合っていうのはこの債務って特定されているんですよ。 A さんが B さんに貸した例えば貸金債務、この債務って特定してこの債務を保証する C さんがいる。これが保証契約です。じゃあ寝保証契約ってどんなものかというと、寝保証っていうのは一つの債務だけじゃなくてその他の債務についても負うっていうのが寝保証の債務なんですね。例えば A さんがオーナーだったと、例えばアパートのオーナーだったと仮定してアパート一室を B さんに貸しました。で、貸したら B さんはどんな債務を負うかっていうと、まず賃料債務というものを負いますよね。賃料を支払う債務を負います。また原状回復義務っていう債務も負います。で、原状回復義務ってどんなものかっていうと、建物を借りてから、返すまでの間に、建物を何かしら傷つけちゃったと、故意過失によって傷つけちゃった、そういった場合にその傷っていうものは直さないといけないんですね。直して返すっていう義務があります。その債務のことを原状回復義務って言うんですね。そういった原状回復義務も一つありますよね。なので一つの債務じゃなくて不特定の債務まで保証するのが寝保証なんです。で、この寝保証についてはちょっと怖い部分があって、何が怖いかっていうと、保証人が保証する限度が決められていないとどんどん債務が膨らんじゃうんですね。例えばこの B さん、入居者さんですよね。アパートを借りて入居している方が、お部屋の中で、自殺してしまったと。で、それが夏場で、気づくのが遅くなってもう、B さんもう腐敗してしまってた。で、その結果、現状回復するのに、本当に50万とか100万円かかっちゃうとかっていう場合もやっぱり中にはあるんですね。で、そうなってくると未払い賃料プラス現状回復義務、現状回復するための債務、これを含めると100万円超えちゃうっていう場合もやっぱ中にはあるんです。で、そうなってくると C さんが保証する限度額を決めていないと C さんが考えていた以上の債務を負わなければいけないってことになっちゃうんですね。で、これはちょっと C さんにとっては非常に酷じゃないですか。辛いですよね。きついですよね。なので C さんが個人の場合、これ個人寝保証って言うんですけども、個人の場合は極度額を定めましょう。極度額っていうのは責任の上限ですね。いくらまで保証するかってところです。もし極度額を50万円って決めたのであれば、たとえ未払い賃料が、50万を超えて、さらに現状回復の、費用が、さらにそれ上乗せされますよね。もっと上になって100万円ってなったとしても C さんが保証すべき金額は50万円で良くなるわけなんですね。これが極度額なんです。責任の上限です。で、個人が寝保証契約をする場合っていうのはちゃんと極度額を定めなければいけません。で、この極度額を定める上で、これは書面で定めないと無効になっちゃうんですね。で、これは電子的記録でも OK です。電子証明とかですね、そんなでも大丈夫です。で、もしこの保証人っていうのが、寝保証契約をしている保証人 C さんが、法人の場合、法人の場合っていうのはこの極度額っていうのは定めなくても大丈夫なんですね。法人さんだと
まあ、お金を持っているっていった、まあ、イメージがやっぱあるんですね。もちろんない、法人さんもいるけれども、法人の場合っていうのは極度額っていうものを定めなくても、大丈夫です。あくまでもやっぱり個人は、ちゃんと守ってあげなきゃいけないということで、個人がネホ証契約をする場合、つまり例えばアパートの賃貸借契約で、連帯保証人になったりとか、個人の方が、まあ、連帯保証人とか、まあ、普通の保証人でもいいんですけども、なった時っていうのはネホ証契約になりますので、ちゃんと極度額を定めましょう。またそれは書面で、ちゃんと定めないとそれは無効になりますよっていうところですね。まあ、これがネホ証契約です。なんで今具体例としてアパートの賃貸借契約、お伝えしたんですけども、これ不動産の実務でやっぱり、関係してきますよね。なのでそういった意味で今回宅建試験で出てきたんじゃないのかなっていうふうに、推測できます。まあ、今回表面的な内容なんですけども、まあ、分かっていただければ、まあ、そんなに内容的には難しい内容じゃないのかなと思います。まあ、注意すべき点で言うと、これ個人寝保証の場合のみ、ちゃんと極度額を書面で定めなければいけませんよっていう話なんですね。法人が、寝保証契約を結ぶ場合、つまり、法人が例えばアパートの賃貸借契約と連帯保証人になる場合っていうのは、極度額っていうのは別に定めなくても、有効になっちゃいますよね。まあその点ですね、個人寝保証と、個人以外法人の場合が寝保証契約を結ぶ場合では、扱いが異なるよと、まあ、いうところを頭に入れておくといいんじゃないかなと思います。そして弊社レトスでは宅建の個別指導を行っております。11月15日までは今の価格なんですけども、それを越してしまうと値上げになってしまいますので、もし次の試験で宅建合格絶対したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。弊社レトスは理解をしながら学習するってことをコンセプトに勉強をお伝えをしております。具体例だったりとか関連ポイントだったりとか、理解の仕方とか、まあ、そういったものを含めて解説させていただきますので、一般的な予備校だったりとか通信講座さんよりも分かりやすく解説させていただいております。今からであればあなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導の概要についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。値上げまであと2日なので、お早めにお申し込みいただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。